皆さんこんにちは、黒猫の宮です。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の2023年度の入試問題の漢字の一問一答になります。実際に入試で出題された漢字の書き取りの問題を30問クイズ形式で読み上げます。問題の答えの漢字を実際にノートに書いてもいいし、動画を見て漢字を覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の書き取りその12。第1問、会議の議長を務めるの務めるを漢字に直すとどう書きますか？務めるの漢字はこう書きます。第2問、コートの裏地に名前が縫い付けてあるの裏地を漢字に直すとどう書きますか？裏地の漢字はこう書きます。第3問、委任状を渡すの委任を漢字に直すとどう書きますか？委任の漢字はこう書きます。第4問、友達と口論になるの口論を漢字に直すとどう書きますか？口論の漢字はこう書きます。第5問、走っている姿を見かけたの姿を漢字に直すとどう書きますか？姿の漢字はこう書きます。第6問、憲法の中の参政権を学ぶの参政を漢字に直すとどう書きますか？参政の漢字はこう書きます。第7問、条件を満たすの条件を漢字に直すとどう書きますか？条件の漢字はこう書きます。第8問、彼を委員長に推すの推すを漢字に直すとどう書きますか？推すの漢字はこう書きます。第9問、デビュー曲は若者に大流行したの流行を漢字に直すとどう書きますか？流行の漢字はこう書きます。第10問、忠誠を尽くすの忠誠を漢字に直すとどう書きますか？忠誠の漢字はこう書きます。第11問、その容器自体が重いの自体を漢字に直すとどう書きますか？自体の漢字はこう書きます。第12問、連帯責任を感じるの連帯を漢字に直すとどう書きますか？連帯の漢字はこう書きます。第13問、京都を経由して大阪へ向かうの経由を漢字に直すとどう書きますか？経由の漢字はこう書きます。第14問、粉末のジュースを水に溶かすの粉末を漢字に直すとどう書きますか？粉末の漢字はこう書きます。第15問、方位地震を使って方角を調べるの地震を漢字に直すとどう書きますか？地震の漢字はこう書きます。第16問、今後の方針を協議するの協議を漢字に直すとどう書きますか？協議の漢字はこう書きます。第17問、辺境の地へ行くの辺境を漢字に直すとどう書きますか？辺境の漢字はこう書きます。第18問、父は区役所に勤めているの勤
求めているを漢字に直すとどう書きますか？勤めているの漢字はこう書きます。第19問、次の種目は徒競走だの競争を漢字に直すとどう書きますか？競争の漢字はこう書きます。第20問、失敗を潔く認めるの潔くを漢字に直すとどう書きますか？潔くの漢字はこう書きます。第21問、ウサギの飼育係の飼育を漢字に直すとどう書きますか？飼育の漢字はこう書きます。第22問、時代の潮流に乗るの潮流を漢字に直すとどう書きますか？潮流の漢字はこう書きます。第23問、この海岸の景色は白砂青松と呼ぶにふさわしいの青松を漢字に直すとどう書きますか？青松の漢字はこう書きます。第24問、将来は弁護士になるつもりだの弁護士を漢字に直すとどう書きますか？弁護士の漢字はこう書きます。第25問、血統書付きの犬を飼うの血統を漢字に直すとどう書きますか？血統の漢字はこう書きます。第26問、電車に乗るために駅舎に入るの駅舎を漢字に直すとどう書きますか？駅舎の漢字はこう書きます。第27問、友人の意見に異を唱えるの唱えるを漢字に直すとどう書きますか？唱えるの漢字はこう書きます。第28問、無我夢中で探し回るの夢中を漢字に直すとどう書きますか？夢中の漢字はこう書きます。第29問、東京駅から新幹線に乗るの新幹線を漢字に直すとどう書きますか？新幹線の漢字はこう書きます。第30問、天然記念物を手厚く保護するの天然を漢字に直すとどう書きますか？天然の漢字はこう書きます。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。